久々の2人ですね。久々だね。なかなか最近なかったけれども多かったもんね。3人4人ぐらい、うん、人数来てたからね。まあじゃあ行きますか。行こうか。変わったんでしょ、ああそうだ、ああそうだ、変わったままでいいっていうのは僕言うの忘れましたわ。すぐ変わるっすか。待ちます。先行っときますか。先変えてもらおうか。じゃあこれこの間俺がサボった時にね、変えたんでしょ。そう、実はあの番組名を変えたっていうね。あのだって木更木ゆきやと明日の式とって言うじゃん。いないんだもん二人とも。ごめんなさい。しかも飲んでねえし、寝坊した寝坊した寝坊した。そう、酔っ払ってもって飲んでねえし、最近飲んでねえし、うん、酔っ払ってもねえし、結構しんどいな。うん、ちょっと待った方がいいな。どうしたらいいんだろう。とりあえずいいんじゃない。とりあえずタイトルコール、あー、オッケー、行きますか。これなんていうの。知らん。じゃあ今週も行きましょう。ディスタンスオンエア。掃除対決は勝ったの。掃除対決、あーあれか、あー余裕で、あれは我々チームは勝ちましたね。余裕だったわ、うん、今今日からディスタンス応援、これ YouTube 上がるのもディスタンス応援になっちゃうんですが、実はあちょっと後でお話しましょう、うん、まあということで、あれですよ、今週は企画でしょ。企画ですね。企画でございます。まあ1個目だけ流してもらえますか。じゃあ最初の1個目だけ動画撮ってあるからね。それであの企画趣旨を俺がちょっと伝えてるから、うん、見てもらおうか。それだけちょっと見てください。お願いします。オッケー。じゃあ撮るじゃないですか。おはよう、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 おこれに寝起きドッキリ。寝起きドッキリ、うん、マジ前回のつまり寝起きドッキリやりたいよ。本当に勘弁してください。じゃあ寝起きドッキリやりたいよ。いやいや、ちょっともう本当にあのシャンプー、じゃあいいね、寝起きドッキリやりたい。それだけ勘弁。朝シャン無理、ま、ず寝て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 。どういうこと？ご飯柔らかいし。い寝て。なにそれは。じゃあ、もういい。寝ろ。え？寝ろ。え、ここで？はい。な、寝て。じゃあ、順番。な、もう今もうみんな寝て。もうみんな寝て。とりあえずね。あの、1分後に俺戻ってくるから。寝れない。1分後に戻ってくるからみんな寝とって。寝れない。寝とって。寝れない。これね、まああの、見てもらったらわかると思うんだけどですね。どうしても俺が寝起きドッキリをやりたかったんや。寝起きドッキリね。急遽ね。急遽寝起きドッキリやりたかったんだけど、みんながね、てってれーさせてくれない。てってれーまで持ってってくれない。そうだね。うん。もうなんかちょっといたずらして、普通寝起きドッキリってちょっといたずらして、うわーって起きるやつやん。起きる起きる。まあ、鉄板はね。そう。で、そのなんか、うわーまで行くまでにちょっと、なんかちょっといたずらしますグググとかなったりするやん、うん、ちょっと笑えるところがあったりするやん。するみんながね、てってれーまで言ってくれないから、ちょっとね、まあ、なかなか潰れてるやつがいなかったからね。そう、ぐだっちゃったっていう、結局動画がこの後続くんですけども、ぐだっちゃったっていうんじゃない。結構我々結構大変だったんだよ。俺の中ではてってれーまで言ってほしかった。実際はだってほら起きてるわけですから。
じゃあ寝てよ。寝てた。いや、みんな寝てたよ。あ、みんな寝てた。みんな寝てたよ。あ、そう。寝てたよ。寝てたんだよね。あ、そう。俺も寝てたんだと思う。あ、寝てたよ。見てもらえばわかるけど、俺も寝てたらしい。寝てた。うん、え、どうぞ、これ一気に流す。それとも一個ずつ流す。一個ずつでいいんじゃん。あ、一個ずつ流す。うん。だって時間もあるしね、一応。あー、いやでも5分ぐらいしかないんだって。そうなの。うん。じゃあ行こう。どうする、全部流す？流してみよう。うん。じゃあ、全部流しますか、一回。映画流しましょう、全部流しましょう。その間僕はちょっとあの裏にタバコ吸っとくんで、あの、じゃあ俺もタバコ吸ってます。うちの動画を皆さん見といてください。お願いします。てってる。1分経ったから寝た。寝てるね、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 寝てる。お、寝とる、寝とる、寝てる。お、そこではねえやろ。寝てる、お前。力入ってない？大丈夫？力入ってない？大丈夫？大丈夫？やっぱ？ん？寝てる。起きてるやろ。起きてるやろ。寝とけ言うたやん。寝とけ言うたやん。起きてるやろ。起きてるやろ。寝ろ言うたやん。寝ろって言って。起きてるやろ。あれ？あ、寝とうか。起きてる。寝てる。寝とうな。寝とうわ。これ寝とるわ。これは寝とるわ。おー、来てるやろ、お前。ちゃんと寝ろ言うてん。ちょっと戻ってくるからちゃんと寝とけよ。
ッケー。あ、いいよ。くだねー。いや、うそねー。ほんとに。いや、もうちょっといけたら、俺はトゥットゥルーってやろうとしてたの。うん、これはほんとにね。テッテルーって何？テッテレーって。ドッキリですよって。ドッキリですよって、寝起きドッキリですよーまでやりたかったのに、みんなが起きちゃうっていう。違う。テッテレーの前にみんな起きちゃうっていう。違う。起きちゃう前にさ、無茶ぶりじゃん、あれ。ちぇ、起きてたし。俺はすぐ、今すぐ寝起きドッキリをしたかったのに、違う。すぐ寝起きドッキリをしたかったのに、てってれする前にみんな起きちゃう。じゃ、起きちゃう起きちゃうじゃなくて、まずね、寝てねえ。まず寝てねえ。いきなり寝ろ言われても、だから寝れるか。だからみんなもう寝てー、さ、手にしてて欲しかった。必死に寝てる風だよね。カズとかちょっと動いちゃうし、うん、俺とか笑っちゃうしね。笑っちゃってるし、しかも地味に内出血して地味に乳首内出血したから俺みんな起きちゃうんだもん、うん、ただの無茶ぶりだったよね。無茶ぶりっていうか、すごい俺の左乳首やばい、うん、いや、こう、アキがね、こう、傘でグリグリやってきたじゃん、うん、あれこう、一瞬耐えてるけど、うん、実際もう乳輪のちょっと左ぐらいが、うん、新しい乳輪みたいにできちゃった。ちょっと乳輪が2つぐらいこう、ある。こういう状況。3つある。地球が3つある。で、なんか内出血には、なんかね、あったかい湿布がいいみたいに言うでしょ。うん。だから、ちょっと張ったよね。恥ずかしくて、恥ずかしくてこう。うまい人、うまい人いる。乳乳輪、乳乳輪。そうそうそう。うん。あったかい。あったあったあった。いや、違うよ。これ別にいじめ動画じゃないからね。企画をちゃんと言った瞬間に、ミーティングでね、言ったんですよ。大事って言ってたね。寝起きドッキリをしたいんだよって言って。言ってたね。で、俺はそれでいいのって言ったら、みんないいよって。うん。アキさんがいじめるだけの動画じゃないですか。とは誰も言わなかったから。まあまあまあ、そうだね。それは言ってなかったね。俺は個人的にあれやろうやって言ったじゃん。何？え、だから乳首ズボン。あ、乳首ズボンね。じゃあ俺は個人的にみんなで乳首ズボンがしたい。わかる。うん。で、ちょっと CM 一回行った後に乳首ズボンの話をしようや。じゃあ CM お願いします。お願いします。こんな俺だけど一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いじゃん。イオンインク。経験者大募集。
よいしょよいしょいやそう、まあ、地球リズムのね、あれやり方としては、まあ、要は洗濯バサミあるじゃん、地球リズムね、そう、だから両サイドにこうやって乳首つまんで、つまんで紐通して、俺も乳首つまんで洗濯バサミで離れてくって、先に取った方が負けね、先に取れた方の負けってやつね、うん、超やりたいよ、で、ここで決勝戦やるだから、今週中に、うん、あ、違うよ、来週無理じゃん、沖縄じゃん、そうだ、沖縄だからなんだろう、できないね、うん、まあ、今月中のどっかで、今月中のどっかでやろうよ、うん、乳首相撲、そうやね、地味に俺強そうじゃない、乳首でかいやつの勝ちなんじゃん、え、乳首挟む面積があるからさ、え、でもちっちゃい方がさ、なんだろう、こう締まってるわけだから取れ抜きそうじゃない、いや、わかんねえよ、いや極論あれじゃない、極論乳首長いやつの勝ちだ確かに乳首が長いやつが結果わかるっていうね、すごい、でも俺強そうだよね、でも俺乳首ちっちゃいんだよな、俺も乳首ちっちゃいね、うん、乳首でかいやつが勝つ、でかい、乳首でかいやつうちだったら誰、誰だろう、そう、俺ね多分痛みには強いと思うんだよね、乳首でかいやつっていない、痛みには強いんだけど俺結構ちっちゃめ、俺もちっちゃめ、うん、アキさんもやってんじゃねえよ、ちょ待って、基本的に俺全部やってるからね、うん、やってる、え、でもさ、ほら代表は超M だから負けないでしょって書いてあるけど、じゃあ負け、勝つ負けはあれだね、 MMS とか関係ないっしょ、そう必死だから、こうでもなんかそうだよね、俺も雰囲気自分で強そうだなと思うもん、次見ろ、痛い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 が痛い痛い痛い、こっちはもう痛い痛いってするのに一人だけ、うんうーんなわけやろ、うん、来いよ来いよみたいな来いよ、どしっと構えてただろ、確かにどうせこれ初戦敗退とかだったらめっちゃ面白くない、いやー決勝戦もう俺ら出ないかもしれない、出れなかったらそれは辛いね、だからもうメンタルです、他の番組やってたんだ、あ、そうなの、メンタルの勝負だって、気持ちなの、うちはここで決勝戦だけやろうよ、あ、いいよ、ハイライトは全部、ハイライトはまあまあそうだね、そうしてね、感じちゃう的な、そうだよね、昨日秋といたんだけど、うん、天球ね、うん、秋といて、まあちょっとね、そんなことがあったんだよね、いいね、すぐ立つよみたいなねそうなんだよね、しょうもないですよね、しょうもない、でもずーっと昨日は2人でいたね、ああ確かに、それ一時期なんだろう、あんまり一緒にいなかったんだよね、我々ね、遊んでなかったね、最近遊んでなかった、最近すんげえ一緒にいるよね、ね、確かに、でも他の番組でやってんだって、やっぱりなんだよ、なんか面白い企画ねえの、アキ、じゃあ適当なもんも考えろよ、ってかまあね、俺実はね、企画しなくていいんじゃないかなと思ってんだよ、何が、ああ、フリートーク的な、あ、そっちの方がいいのかいね、どうなんだろう、企画あった方がみんないいってことな、コメントとか、企画っていうか、だから結局じゃあしきくん特集とかさ、私はやとくん特集だったり、うん、まあそんなんでもいいんちゃうんかなっていう、うん、ね、まあまあまあ一通りやってみたらいいんじゃないかな、まあね、うん、てかまあこれはあれだからね、そっちに向けて俺正直本当に言っていい、うん、お、これねニコ生に関して、こ、まあ、ナイトチューブさん、これに関して俺実は俺結構趣味なのね。わかる、待て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 、違うあれ、もちろんカズとかタクミくんとかさ、出てるたびにこう LINE もらったりとかさ、うん、いろいろやってるわけやん、やってる、あ、まあまあ LINE もらってますとかさ、お店来てみましたとかあるわけじゃん、うん、俺全くないわけじゃん、あなたはね、俺全くないからさ、じゃあ俺に関してはもう、じゃあ俺のしたいことやっていいみたいな開き直ってる系、そうそうそう、ここで俺みんなの株を取りに行ってないからさ、あー、なるほどね、うん、どっちみち真面目にやってても来ないんだったらもう遊び半分でみたいな、ね、そう、まあ、楽しくやろうよみたいなね、あ、だからみんな巻き込んじゃうよみたいな結構被害食らってるよね、うん、うん、だからもうそういうことです、そういうことです、そういうことです、そう、でもさ、なんかね、その前の前々回の放送かな、うん、その時に俺がこう秋が本当に LINE が来ないLINE が来ないっつって、ちょっと
こうレギュラーでやってるのにみたいなね、うん、いつさおごりでさで、ああそうやね、そう9時までに LINE 来たらその女の子おごりでじゃあ俺払ってあげるよっつって呼びなよって言ったじゃん、うん、それでも来なかったもんね、うん、すごかったね、あれびっくりした、大体来るだろう、大体来るとは思ったんだけどね、やっぱねホテルのね俺の評価はすごいマイナスだ、マイナスなんだろうね、だただのいじめられっ子ってもらってね、いじめっ子ねただのいじめっ子ね、そうそうそう、じゃあもう本当にいじめっ子ではないんだけどね、いじめられいじめっ子といじめられっ子でしょ俺、うん、要の番組でしょ、うん、まあそうかもしんないねそうかもしんないね、そこは認めるんだね、まあでもこの番組見てくれるあのコアな人がいるから、まあ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 、そう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 、中にはね、そうでなんだかんだ毎回うちの従業員もアキさんは MC にしてくれって言って俺を出すじゃん、うん、じゃあもういいかなみたいな、楽しくやっちゃおうかな、楽しくやっちゃおうよみたいな、ね、ほらコメントにも来てるよ、いじめられっ子は好きさん、その通りでございます、そういうことですよ、うん、金銭面からプライベートもね全部いじめられてますよ、そういじめられる側にもあれはあるんですよ俺のせいやろいじめられる側にも害はあるんですよ、そうか、そういうことでございます、ね、どう最近何がいじめてるみたいな感じ、そう最近どういじめてる、最近どういじめてねえよ、だからね、うちの店の代表とかいじめてない、大丈夫、いじめてないね、俺どっちかっつったら優しいと、かまってあげてるからね、あ、まあかまってはもらってるわ確かに、うん、ね、最近そうだな、びっくりするほどお金使わなくなったな、確かに去年とか、まあ、激しかったけど、うん、最近いい感じにお金が、今までいじめてきたことはあれだよね、営業後に首絞めながら飯をおごれやってたぐらい、そうだね、いや俺なんか羽交い締め、従業員3人ぐらいに羽交い締めされたんだよね、うん、従業員に羽交い締めにされて飯を連れてけとみんなに拝まれるっていう、そう、こっちも頼み事をする時の態度だったから、あれが対応だったんだね、代表に対する、俺に対する対応だったんだね、うん、俺でもすごいのが絶対新人いじめないよ、新人いじめてない、本当に上司しかいじめてこない、絶対俺新人をいじめないよ、だから秋が基本的にそういうことをしてくるのは俺か社長に対してどっちかよ、そう、弱い者いじめを絶対しない、強い人しか絶対いじめない、うんだから基本的に秋から上司が対象だね、うん、刑事さんとか、そうやね、俺一応俺とか刑事さん代表社長でしょ、社長、まあ、まあ、ハヤト君も同じぐらいだから、うん、もう別にいじめても別にみたいなとこあるもんね、うん、だからそうだよね、匠とか勝とかいじったらちょっとマジでへこみそうだからかわいそうだからやめて、変にやったらちょっとテンション下がりそうじゃん、そうそうそう、匠とかでもいじりすぎたらなんかかわいそうとか思うからメンタル強いじゃん、待って師匠だよ、待って俺だってメンタル強いじゃんってどういうことメンタル強いじゃん、まあまあまあ強心臓してるからなかなか気にしねえ、そうそうそう、うん、だから僕のことをいじめっ子と思ってる人は大間違いでございますよ、俺もいじめられてるし、誰にいじめられてる、みんなに、それはないでしょ、いやもうあれやん、顔エラがすごいの下りと、ああそれは俺が言ってることでしょ、俺シャンパンビンダもいじめられてるからね、ああまあフルビンダとかまあちょいちょいあるね、ビンダに関してはマジで俺が一番いじめられてる、うん、シャンパン1本瓶だとかさ、でもマオも結構飲むよね、あ、マオも飲まされるね、ハヤト君も飲んでんじゃん、あれ確かに自らか、ハヤト君は自らや、自らか、俺だって絶対飲まされるだろうと思って裏とか逃げてても飲まされるから、捕まるから、アキアキ飲めよアキ飲めよ俺じゃなくてよくないみたいないないしね、その前にそうしかもラッソン争いしててさ、うん、ナンバー争いとかラッソン争いしてて、うん、争ってる同士でこうやればいいじゃん、うん、まあお前に今日勝ったわお前飲めようみたいな時、うん、あるじゃん、あるあるある、関係なく俺飲まされてるもんね、そうだね、なんかとりあえず入ってくるみたいな、ね、宅にいたんで秋君みたいな、えみたいなおっとそこかと思うよね、うん、やばかった、寝起きキムチつらい、これ怖な人だね、うん、寝起きあれだよ、んデストってやつ、違う、俺がキムチ手に持って、あーあれあれいつ、あれはあの一緒に焼肉行った時の帰り、ああ寝起きキムチあれ流したっけ、流してないよ、だからコアコアなタイプ、知ってる人いるんだねと思って、タクで見たのかな、わかんないけど、寝起きキムチ、寝起きキムチ、カズじゃねえのもはや、だカズが書いてから、カズにやったからね、寝起きキムチはそうだね、カズにやった、しかも焼肉屋で頼んだキムチを2人で酔っ払いながら寮まで持ってってカズが食べるっていう、食べるっていう、そういうことかもしれない、うん、
やったね。いやでもね、みんなが通る道やん。うん、俺花わさびと、ああ花わさびね、花わさびと、なんだろうな、しんどかったの。でも花わさび結構レベル高かったな。高かったね。俺なんだろうな、なんかでも結構いろいろあれできたけどね、今まで。スネギファイヤーとかよくやられてたけどね、俺。いや俺だってもうスネギ生えてこないもん、こう。燃えすぎて。じゃあ抜かれすぎて。ああ、ガムテープで。ガムテープとこう、プスーッつって。はい、アキさん、好きなタイプ教えて。俺、うん、言うこと聞こう、言うこと聞こう。従順な、従順な。お金稼ぐ子。じゃあ、あんたは、そういうことばっかこうやってね、放送で言うから連絡が来ないんでしょ。まあでもだって、でも実際そうじゃない。じゃあホスト、だ茨城じゃん。茨城です。岡山じゃん。岡山です。なんか、メルトモ増やしに別に東京出てきたわけじゃないやん。まあそうだね。メルトモ、まあだから月に1回でも来てくれたら別にいいんだけどさ。うん。もう1回も行けません。2ヶ月に1回も行けません。まあ来てくれればいいんだけど、1回も私行く気ないのに LINE してきました。ちょっと違うくないみたいな。まあまあそうだね。でも、俺、ちょこちょこ来るけど、うん。なんかね、見て子が多いかも。ああ、そう。うん。見て子が多い。応援してますみたいな。だから本当にびっくりしたの。中学2年生ぐらいの女の子から LINE したのが。映画見てるの？見てる。びっくりした俺。ダメだよ、もうちょっと待とう。あと5年ぐらい待とうよ。そう、もうちょい待ってほしかったから。そうね、ごめんなさいだけど、つって、すぐブロックしちゃったけど。なかなかね、こう、結構、未成年が多いのかな、やっぱり。あ、そうなんだ。うん、未成年からとか一通も来ないけどね。うっそ、高校生3人の中学2年生2人ぐらい来てる。マジで？うん。もう別に俺来なくていいけど。なかなかしんどいよね。対応に困っちゃう。だって、まあまあそうだ、タイムラインに運動会とか書いてあるんだよ。ああ、そっかそっか。そう、それでも文化祭とか、ね、文化祭とかね。なかなかレベル高いなと思った。あ、でももう1分前で。あの、うん、で来週が実はですね、あの旅行でございます。社員旅行でございまして、その間にまあ撮影はしてくるけど、まあちょっと来週は多分放送ないと思うので、さあ来週、再来週を楽しみにしてください。まあ何、まあお土産営業するから、ちょっと見てるお客さんはぜひお店に来てください。 う、 うん、ということで、また来週お休みなんで、再来週また見てください。よいしょー、あと3秒待ちて、どうする、わーい、何それ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。